私はこの度東京都知事の職を辞する決心をいたしました。先刻吉野都議会議長に辞職を申し出、議会において同意いただくようお願いをいたしました。私の仮入れ金問題につきまして、都議会の本会議、総務委員会での集中審議、あるいは記者会見で、自分なりに都議会の皆様、都民、国民の皆様に説明責任を果たすべく、努力をしてきたつもりであります。しかし、残念ながら、私に対する疑念を払拭するには至りませんでした。ひとえに私の不徳のいたすところであります。思い起こせば、1年前、多くの都民の皆様から付託をいただき、この都庁で知事就任記者会見をいたしました。以来、